ダブルレインボー見れた。これから本編でご紹介する隠れパワースポットに行ってきた翌日、なんとめったに見ることのできないダブルレインボーを見ることができました。それでは本編のスタートです。ダブルレインボーを見た場合、これからあなたに大きな好機が訪れますよということを伝えてくれているのです。大きなチャンスをつかむきっかけが訪れるため、ダブルレインボーを見たときはそのチャンスを逃さないように心構えをしておくことが大切です。ダブルレインボーはその人の天気のタイミングで現れるとも言われています。そのためダブルレインボーはあなたの新しいチャレンジが成功する予兆とも言えるでしょう。何か挑戦したいと思っていたことがあるなら、一歩踏み出すのに良いタイミングかもしれませんよ。ダブルレインボーは幸運のサインであるとともに、苦悩から卒業するサインでもあります。つまりダブルレインボーを見た人は長く苦しみ続けたことや悩み続けたことから卒業するタイミングが来ていると言えるでしょう。雨上がりに虹がかかるように辛かった日々から解放されるお知らせなのです。ダブルレインボーはコツコツと続けてきた努力のステージから卒業し、新しいステージへと進むサインでもあります。これまで目標に向かって一生懸命努力を続けてきた人に、ダブルレインボーが間もなく努力が実りますということを伝えてくれているのでしょう。虹は架け橋という表現も用いられるように、人と人をつなぐ象徴です。そのためダブルレインボーを見た人には良縁が訪れるとも言われています。もしかしたら素敵な人との出会いが待っているかもしれませんよ。今から向かう雷雲の水とは、知る人ぞ知る隠れた名所で、雷雲公園内にある湧水です。雷雲の水は周峰シャリ岳に積もった雪が数十年の歳月を経て湧き出ていると言われ、その湧出量は毎分5トンを誇っています。水温は摂氏6度前後で、夏は冷たく冬は凍らない名水雷雲の水として広く愛飲されています。地域の名所雷雲からこの水を飲むと運が来て願い事が叶うと遠くから訪れる人も増えています。雷雲の水が汲める場所は北見市からだと車で約1時間22分の場所にあります。おはようございます。どさんこ登山宅チャンネルの拓也です。先週の大阿寒岳登山編に続きですね、6月4日、ただいまの時刻3時36分、相変わらず早起きですね俺今斜里町に向かってます。斜里町まで54キロぐらいのところまで来ました。今美幌町を抜けて、斜里町のねとある隠れパワースポットに向かってます。もう名前からしてね、もうパワースポットと呼べるんじゃないかというね、ちょっとおすすめの場所があるんでそこに向かってます。またね近づいてきたらねカメラ回したいと思いますんで気をつけて向かいたいと思います。はい、東ボコトのセブンイレブンでコーヒー買ってきました。はい、これからまだ気をつけて斜里町の目的地に向かいたいと思います。だいぶ明るくなってきましたね。それじゃあ引き続き向かいたいと思います。はい、その後越水町を越えまして、斜里町まで20キロのところまでやってきました。目的地の隠れパワースポットまでまだかかりそうなので気をつけて向かいたいと思います。はい、看板が見えましたね。雷雲の水、
右折3キロ。はい、雷雲地区に入りました。右折します。ここ右折して3キロ進んだら、ついに雷雲の水ですね。はい、隠れパワースポットの答えはですね、斜里町にある雷雲の水でした。今雷雲の水に向かっています。いや今日はちょっとねあいにくの天気でね、ちょっと曇り空でね天気悪いんですけどね、誰か来てるかな、ただいまの時刻4時33分はい、じゃあ雷雲の水向かいます。泉の森雷雲公園に到着です。はい、到着しましたね。ここだ、雷雲の水、ここですね。はい、到着しました。おお、2台止まってるぞ。来てますね早速来てますね。はい、到着しました。いやーすごい神秘的だ。2台来てるな。ちょっとね、散策していきたいと思います。到着しました。はい、隠れパワースポット雷雲の水に到着しました。雷雲神社があります。すごいね神秘的な場所でね、こんな感じですね。あそこにトイレがあって、シャリ岳に降った雨水は標高70から80メートルのところで湧き水となって姿を現します。その一つに雷雲公園の湧き水も名水として町内外の多くの人に利用されています。また公園の情報には運を呼ぶと言われる雷雲神社があります。後から行ってみましょう。実は一度行ったことあるんですけど、動画撮るのはね初めてなんでね、皆さんに紹介したいと思います。はい、一度ね木がありますね。なんとね樹齢が1000年推定。すごいっすね。1000年ですよ、1000年。ちょっと優しく触らせてもらいましょうか。樹齢1000年の木からねちょっとパワーをいただきましょう。1000年の歴史をね感じたいと思います。はい、ありがとうございました。いやすごいですね、1000年ですよ、1000年。これは歴史がありますね、まさにパワースポット。はい、じゃあ引き続き散策していきたいと思います。はい、これが雷雲の水です。すごいね豊富な水量でね、冬もね枯れることなくねずっと流れてるんですよ。いや
なんかマイナスイオンがすごいたっぷりで、なんか朝から癒されますね。それじゃあね、早速ねちょっと汲んでね飲んでみたいと思います。家からコップ持ってきたんでね。はい、汲みました。すごい透き通ってね、綺麗な水です。ちょっと飲んでみたいと思います。うん、すごい美味しい。めちゃくちゃおすすめです。当チャンネルのさらなる発展と視聴者様のご多幸をお祈りしたいと思います。はい、それじゃあね、奥にある雷雲神社に今これから向かいたいと思います。注意、老朽化につき十分気をつけてお渡りください。雷雲寺近い。はい、わかりました。すごい歴史のあるね、なんかこう橋を越えて、シャリ岳からね流れてくるね、この豊富な水、いやーありがたいですね。自然の恵みですね。いやーもうすごいせせらぎの音がねすごい心地いいですね。はい、それじゃあね、ちょっとこれから少し登りますよ。来られる方の足元気をつけてくださいね。ちょっとこの小高い丘の上にね雷雲神社があるんですよ。でもうほんとここね隠れパワースポットだと思ってて、まあもう来ただけでね間違いなく運気上がると思うんですよね。はい、ちょっと向かっていきたいと思います。もうこのままねノンストップで撮影しながら行きましょうか。いやー朝だからねすごい涼しいっすね。小鳥のさえずりもね気持ちよくて、なんかちょっとした登山みたいな感じですね。まあそんなにね距離登るわけじゃないんで、ここ登った先に雷雲神社があると思います。お、見えてきましたね。見えてきましたよ、僕のおすすめ雷雲神社が見えてきました。先ほど来られてた方もね帰ったんで今僕だけですね。おお、これは風情があるなぁ。いやーすごいぞ、これはパワースポットだな間違いなく。はい、着きましたよ雷雲神社。そしてね、ちょっとね、詳しくは映さないですけどね、
プライバシーがあるんでね、確かに道の駅で絵馬を買ってなんかここにかけるとね願い事が叶うっていうね、確かそんなはずだったはずですね。すごい絵馬たくさんかかってます。これ何枚だろう、めちゃくちゃかかってるな。はい、そして賽銭箱、あ、お酒が置いてありますね。はい、で何年ぶりだろう、久しぶりに来ました、雷雲神社。はい、やってきましたよ雷雲神社。あ、ミラクルズさんという方がなんかお酒置いてってますね。それじゃあちょっと鳴らしてみますか。雷雲神社でただいま、当チャンネルのさらなる発展と、視聴者様のご多幸を祈りました。これお賽銭入れる場所があってこちらですね。本当おすすめなんでね、もし近くに来られる方いたらね、ぜひねこの隠れパワースポットでね運気を上げていただければなと思います。絵馬がすごいたくさんかかってます。皆さんのね願いが叶うといいですね。そして周りはこんな感じです。もうほんと自然に囲まれてね、これは物置かな、こんな感じですね。はい、それじゃあね降りていきたいと思います。はい、雷雲神社さんありがとうございました。また、来たいと思います。みんなにいいことがたくさんありますように。はい、雷雲神社さんでね、祈願を済ませまして、今下ってます。いや、ほんと気持ちいいっすね。久しぶりに来ましたけどね、これからねちょっと水をね、汲んでね帰りたいと思います。もう僕の家でね、飲料水としてねいつも飲ませていただいてるね、シャリだけどねありがたい、恵みをね持ち帰ってね帰りたいと思います。それじゃあ、気をつけて降りていきたいと思います。はい、橋のとこまで降りてきました。いや、本当ね水量がすごい豊富ですね。いや、本当いい場所ですね。それじゃあね、水を汲んでね帰りたいと思います。近くには雷雲の水を使用したカフェも併設された雷雲水の学校というライダーハウスがあるようです。ご視聴いただきありがとうございました。最後におまけで最近購入した登山靴をご紹介します。
新しい登山靴買いました。すごい気に入ってます。次回の参考動画から早速履いて使おうかなと思っています。楽しみです。